はい、どうも、かっくんチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今映っているのは、メダカの水槽なんですけども、ちょっとですね、苔の付着がガラス面に目立つようになってきましたので、本当に少しなんですけども、ところどころこうやって茶色い苔とかがちょっとついている状況なんですね。で、これを掃除していこうと思うんですけども、中の100均で売っているメラミンスポンジが簡単に落とせるっていうふうに聞いたので、まあ、あえてですね、ここではアクアリウム専用に使う苔取りグッズを使用しないで、このスポンジですね、これですね、100均で売ってる水だけつけると落ちるメラミンスポンジですね、これを使って、まあ、どれだけ効果があるか見ていきたいと思います。まあ、こんな感じでちょっとピンセットで挟みながら掃除していきたいと思います。もうこう茶色くなってるのが分かりますね。すぐ落ちますね、これ。やっぱで、今ガラスのこの正面のとこだけ拭いたんですけども、結構こんな風に汚れが取れますね。まあ、パッと見じゃあまあ分かんないんですけども、意外と水槽の面って汚れてるものなんですね。ちょっと残りの面も同じようにささっと拭いていきます。はい、今ですね、実際に拭いてみたんですけども、本当ちょっと軽く拭くだけでもですね、苔が綺麗に取れるので、やっぱ言われてる通りの効果がありましたね。で、ただですね、調べてみるとメラミンスポンジで掃除する場合にも注意があるそうでして、まずですね、このスポンジ使ったことがある方でしたら、まあ、実際に使ったことある方も多いと思うんですけども、これ擦ると汚れも落ちるんですけど、このスポンジも徐々に小さくなっていくんですよね。まあ、自分の命を削りながら汚れを落とす的な感じで、まあ、消しゴムと同じですよね。で、なんか以前にですね、水槽で苔掃除に使用した直後に生体が死んでしまったというのがあるみたいでして、でもしかしたらですね、このメラミンスポンジのカスが水槽内で浮遊して、まあ、それがですね、魚のエラに入り込んだのが原因ではないかって言われていたそうなんですよ。ただですね、これは結局のところはっきりした理由は分かってなくて、メラミンスポンジを使用した直後というタイミングだったから、まあ、このスポンジが原因なんじゃないかっていうふうに言われただけなんですね。まあ、大手のメーカーからもですね、水槽の掃除用のメラミンスポンジというのが販売されてますので、まあ、そのことからもですね、生態への危険性っていうのは、まあ、低いんじゃないかなっていうふうに個人的には正直なところ思ってますね。ただですね、あまりにも頑固な苔とか汚れをこすると、やっぱですね、メラミンスポンジも多く削れて、その分ですね、浮遊するスポンジのカスも多く出てしまうので、まあ、ちょっとした汚れ程度に使うのが理想かと思います。
とこれはですねめちゃくちゃ注意するところなんですけども、あのアクリル製の水槽には使用厳禁ですね。あのというのもこのメラミンスポンジっていうのはめちゃくちゃ細かいですねこう繊維、まあ、網目状に合わさってできていて、あの汚れをそれで削り取るような仕組みなんですよ、まあ、要は研磨の効果があるんですね。でどれぐらいすごいかというと、ですねこれ今コンビニの袋なんですけども、このプリントですねちょっと今干してみますね。こんな感じで水をつけて、もうこんな風な感じでもう簡単に消すことができるんですよプリントも。まあ要はですねこのスポンジの素材でこう汚れを削り取ってあの汚れを落としてるので、でしかもですねこのメラミンスポンジの素材っていうのは意外と硬いみたいで、あのこれより硬いガラスのこれですねガラスの素材でしたらあの全く傷つくことはないんですけども、あの柔らかいアクリル水槽、このアクリルっていう素材はですね結構柔らかくて、これにですねあのメラミンスポンジでこすっちゃうと細かい傷がいっぱいつく恐れがあるんですよ。であのプラスチックだとかあとステンレスなんかもですねあの傷つけるほど結構硬い素材らしいんですよねこのメラミンスポンジというのは。じゃあちょっと興味本位でですねこのサテライトプラスチック製なんですけども、あのこれをちょっとこすってみましょうか。全然大丈夫かな。あ、これ傷ついてますね。ちょっとカメラでは分かりにくいんですけども、これ角度変えるともしかしたら、あ、ここにですね、これそうなんですよ。これ細かい今傷がすごいついてる感じですね。なのでこういうプラスチックの素材には絶対に使ったらダメですね。まあ基本的にはですねこういったガラス水槽以外にはあの使わない方がいいですね。ただですねあのちょっとした汚れを落とす時なんかはすごい便利なので本当に、まあ、あの掃除用品の一つとして持っておくのもいいとは思います。まあといった感じで今回の動画はここまでになります。もしよろしければ高評価とあとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。でまたツイッターもやってますのでお気軽にフォローしてください。よろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。